みんな、やっほー、こんにちは。ありがとうございます、来てくださってありがとう。イエイ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 、こんにちは。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ミニフェス始まったぞー、ミニフェスが始まったぞ。ミニフェスが始まったぞ。みんなこの配信は9時20分までやります。で、ガチの本格的な花は誰のもの公演をやろうと思うので、いっぱい見てください。じゃあ5分になったら始めようかな。ちょっとギフトたくさんありがとう。けんちゃんハートありがとうございます。コシヒカリさんハートのクッキーありがとう、ありがとうございます。東京1068さん大好き、大好き、私も大好きだよ、ありがとう。ハーフツインにしてみたんですよ、投票が多かったから。ジャッキーハートのクッキーありがとう、ありがとうございます。ガチさんハートありがとう。みんな X でたくさん拡散お願いします。X でたくさん拡散お願いします。ロコポコかわいい、ありがとう。どうですか、こんなにかわいいお洋服を最初に着ていたんです。ハーフツインなんかしちゃっておめかしをしました。みんなにフェスで楽しんでもらうために。こんにちは、クラポンさんハートありがとう、コシヒカリさんハートのクッキーありがとう、王子ハートのクッキーありがとう、ケンくんハートありがとうございます、サタンさんロリポップありがとう、まーちゃんハートのクッキーありがとう、ムスメロディさんハートのクッキーありがとう、ベニちゃんハートのクッキーありがとう、ガチさんハートありがとう。5分になったら花は誰でも声始めます。東京1068さん大好き、私も東京1068さんが大好きだよ。ありがとう、ありがとう、こんにちは。リネフェス始まりますよ。ちょっとこれ倒れそうなんだよな、倒れんよ2000と。けんちゃんハートありがとう。ドムリンハート結婚してありがとうございます。さとくんハートのクッキーありがとう、コシヒカリさんロリポップありがとう、ゆいくんロリポップありがとうございます、 ABCHU さんハートのクッキーありがとう、マサッチさんハートありがとう、ナッピさんレインボースターありがとうございます。みんな X で拡散お願いします。 X でりねちゃんが花は誰のもの公演すごい可愛い姿で踊ってるっていうのを拡散してください。りねちゃんめっちゃ美女いいって拡散してください。 X で拡散お願いします、頼みました。まさちさんハートありがとう。ということで、まーちゃんしきしきビームありがとう。ということで花は誰もの公演を5分になったら始めていきます。みんな X でたくさん拡散よろしく。ちゃんと MC とかも挟みながらやろうと思うので見てください。公演記念撮影とかもやったりする時間が許す限りは、なので見てね。あ、じゃあ5分になったので始めていきます。じゃあ最初のキンコンカンコンからやっていきますね。じゃあみんなまた後で会いましょう。見ててください、花だれ公演スタート。21時20分までやります。ほんで注意事項とかいっぱい言うので聞いててください。鍵穴スタート。
キンコンカンコン。本日は花は誰のもの、花は誰のもの公演うつみリネバージョンにお越しいただき誠にありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にいくつかのご注意とお願いを申し上げます。本公演ではお客様がアバターのためカメラなどに映り込むことはございませんので、椅子の上に立つ、場所の移動などの迷惑行為は可能ですのでご安心ください。本公演は画面録画可能なため遠慮なく撮影してください。また SNS に掲載する際は不細工な自己画像や口が半開き、目が白目、顔がブレているなどの不細工なスクショの掲載はお控えください。公演後、不細工な写真を掲載している場合は SNS 等のアカウントをブロックさせていただくこともございますのでご注意ください。これは少し冗談で少し本当です。でも不細工な写真を拡散されたら嬉しくないのでやめてください。可愛い写真を載せてください。半目とか口が閉じてる、目が閉じてるなどはやめてね。またうつみりねは気分屋のため、皆さんがしっかり盛り上げてくださらなければ機嫌を損ねて公演の中断または中止になりかねないため、コールやペンライトなどで応援していただけますようよろしくお願いします。以上のことを守りながらキラキラやギフトやコメントをしてくれるとりねちゃんはとても喜びますのでよろしくお願いします。りねちゃんは今ショールームイベントに参加しています。皆さんのギフトやキラキラやコメントなどしっかり見ていますので、終わった後はしっかり感謝の気持ちを込めて投げてくださった方のお名前を呼ぼうと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。それじゃあまた花だれ公園で会いましょう。みんな楽しもうね。コールもよろしく。バイバーイ。プチ。
日向も日陰も儚く誰も君が決められないだろう。笑顔が見たも一人に占めなかる嫌いよ。もしこの世界から東京が消えたら多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと勝手に旗を立て恋つするだけ。悲しいのだがどこなんて気づかない。幸せをあげてあげよう。もしこの世界から東京が消えたら人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そのただ一つの地球の上。もしこの世界から東京が消えたら争うことなんかなくなるのに。見えない線ばかり勝手に引いたって。僕たちの自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。自分輝きにその位置と宇宙の果てで誰かに見られてる知識。どこか行けて誰かを知っているのか。僕は始まってもいない。説得力がない。どうせならばもっと
Okay.
在するのか。手をかざせばかりにも見えてくるよ。STU48 です。イエーイ。
花は誰のもの公演内村理念ソロコンサート版始まりました。イエーイありがとうございます。はい、じゃあまずは、花は誰のもの暗闇、僕はこの身を眺めてる、僕らの春夏秋冬と4曲続けて聴いていただきましたが、皆さんいかがですか。リナちゃんいいよ、リナちゃん、リナちゃん今日かわいいね、リナちゃん最高だよ、最高、もっと見たい、大好きだ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、まじまじ、ありがとうございます、ありがとう。はい、ということで早速ですが公演記念撮影をしたいと思います。客席バッグ、セットバッグ2枚の写真を撮りますので、お顔映したくない方はいないと思うので、今日はアバターなので皆さん積極的に映ってください。それじゃあスタッフさんいないのでリネちゃんが撮りますどうしようかな、とりあえずとりあえずみんなの写真、内海里奈とみんなが写る、これはもう客席バッグ、セットバッグ、これにしよう。で、今度みんなの写真、みんな写真撮って、今からスクショしてください、私の顔。スクショタイムスタート。ちょっと全身見せない。終了です、終わりです、もう一旦停止ということで、はいはい、公演記念撮影終わったので、じゃあまずは自己紹介からやっていきます。じゃあそれではりねちゃんお願いします。はい、いきます。瀬戸内で一番元気を届けるのはりねたん、みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハム、ありがとうございます。岡山県出身21歳りねたんこと内海里奈です、お願いします。ありがとう。内海里奈ソロコンサート超珍しいでしょ、始まりました、始まりました、始まったよ、みんな始まったぜ、ハムハム、ありがとう、ありがとうございます。今日はちょっと軽く話してギフトのお礼を読みます。ちょっと今日はちょっと MC が入るんですけど、今日は公演が始まる前に、あのこれ MC で、ね、今 MC の時間だから、公演が始まる前にみんなに髪型をねちょっとリクエストしたんですよ。私は何がいいかなって思って、で4択ぐらい用意したんですよね。ハーフツイン、ツインテール、三つ編み、その他みたいなの30分間募集したら、みんなハーフツインがすごく多かったので久々にハーフツインをしました。多分公演とか私に会ったことない人とかはすごくびっくりされると思うんですけど、結構髪が長くてですね、私は髪がめっちゃ長い、これ巻いてるんですけどもっと長くてここら辺まであります。実際はだからハーフツイン久々にやりました。私自身もなんか最近結構三つ編み結構多かったんですけど、ね、結構久々にやりました。服もあの昔着てたすごく可愛い、昔、まあ、今とは若干系統が違うんです、違う系統の地雷のお洋服を着てみたので、こんな感じで超可愛いお洋服にしてみました。だからすごい今日はザ・アイドルな感じでやらせてもらってますちょっとギフト読んでいこう、コメントとかも読んでいこう。その他は特になんか、まあポニーテールとかかも、ポニーテールとかかなってその他を選んだら、皆さんあのギフトたくさんありがとうございます。本当にあのコメント欄とかでコールとか言ってくださってすごく嬉しかった。エイジ君ハートありがとう。
当ありがとう。ありがとうございます。本当にめっちゃ見てるから、歌ってるから名前呼べないんですけど、ゆいちくんハートありがとう。りょうたくん誰もありがとう。みんな X でたくさん拡散お願いします。みねちゃんが可愛いお洋服を着てハーフツインで花鳥公園踊ってるよって拡散してください。ハッシュタグみねたん写真集絶対をつけてつぶやいてくださったら、私がこの後配信が終わったらいいねしに行くので、ぜひお願いします。ロボリンペンライトありがとう。おさむくんハートありがとう。エイジーハートありがとう。わっちゃんハートありがとう。めぐちゃんパチパチありがとうございます。ありがとう。はるるんハートンクッキーありがとう。パッチョさんハートンクッキーありがとうございます。けんちゃん音符ありがとう。まささん音符ありがとう。ゆいちくん音符ありがとう。広島レモンさん音符ありがとう。鉄兄さん音符たくさんありがとうございます。スイートくんパチパチありがとうございます。牛窓太郎さんクッキーありがとう。ロカボコペンライトありがとう。ハルルンクッキーありがとう。クレモレインボースターありがとう。まんちゃんハートありがとう。ジャーキー音符ありがとう。たくさんめぐちゃんペンライトありがとう。嬉しい、ちゃんとピンク。ごめんねチャーリーさんロリポップありがとう。けんちゃんペンライトありがとう。ごめんねチャーリーさん結婚して、じゃあ私がこのイベント1位になったら結婚してあげる。ありがとうございます。りっくんペンライトありがとう。ごめんなさい、鼻水が寒暖差でやれてて。ほーいかけるさん、ほいほいほいさん音符ありがとうございます。 Thank you。 みなっぴさん音符ありがとう。めぐちゃんペンライトたくさんありがとう。まっちゃんペンライトありがとう。まいかちゃん音符たくさんありがとう。嬉しい。ハルルンクッキーありがとう。りっくん音符ありがとう。ネギ師匠さんペンライト Thank you。 こばあさん音符ありがとう。ともんあのペンライトありがとうございます。ロコポコ音符ありがとう。たかひでさんハートありがとうございます。めにちゃんグッドありがとう。王子ハートンクッキーありがとう。サパさんハートンクッキーありがとう。うつぼさん音符ありがとう。トクトトククさんいいねありがとう。いいねトゥーチーさん音符 Thank you。 たかひでさんハートンクッキーありがとう。ジャッキーペンライトありがとう。まつんさん音符ありがとうございます。皆さんがたくさんギフトを投げてくださったからみんなの名前が呼べる、ありがとう、嬉しい。クラッシーさんだるまありがとうございます。クレモハートありがとう。ということでね、下までスクロールできたのでまた始めていきたいと思います。引き続き皆さん X などで拡散よろしくお願いします。 X でりねちゃんが今配信してるすごい可愛い格好でハーフツインで、なんかりねちゃん今日美女いい、花鳥公園見に行ってあげて応援してあげてって言ってください。皆さんこんにちは、 STU48 に期待のりねたんこと内村ゆうです。今はこの配信は21時20分まで配信するんですけど、 STU48 の花は誰のもの公演っていう公演があって、それを一人で踊ろうっていう企画でございます。で、セトリ順にちゃんとなっているので、もし花鳥見たことないよって方はぜひ見てみてください。時間が許す限りはいっぱいしようかなと思ってるので見てね。で、今ショールームイベントに参加してて、このショールームイベントが3位以内に入るとソロ写真集が発売できて、実際に皆さんの手元に届くという感じのイベントなんです。現在今8位なんですけど、皆さんのおかげで昨日100万ポイント達成して、私は今日7位になりたいって目標を掲げているので、7位になるためにはあと90何万ポイント、さっき90何万ポイントとかだったんですけど、ぜひ皆さんもしよろしければキラキラとかギフトとかゴールドとか投げてくださったら、皆さんが投げてくださったポイントが私のポイントにつながって少しでも写真集を発売できる夢につながるので、もしよろしければキラキラとか余ってるよって方がいればギフトとか投げてくださると嬉しいです。お願いします。
そしてあのコメント欄とかも歌って踊ってるんですけど見てますちゃんと。なのでいっぱいコールとかしてあのりねちゃんりねちゃんっていっぱい全力でやってくださると嬉しいです。お願いしますということで、じゃあ次の曲に行きましょう。ありがとうございます。松本好きはご安心でした。ありがとうございます。はい、ということで一旦あのこの曲が終わってから
いろんな他に曲があるんですけど、私はちょっとこの曲しかわからないので、この曲を終わらせました。ありがとうございます。みんなありがとう。ということで、ちょっと読んでいこうかな。けんちゃんハートありがとうございます。みんな夏の好きやご友人聞いたことありますか？花は誰のもの公演ぐらいでしかなんかやらない気がするんですけど、普段なかなかやらないからすごく貴重ですよ。夏の好きやご友人めっちゃ可愛いです。衣装がめちゃくちゃ可愛くてお気に入りなんですよ。私は11巻ハートありがとう。かわいいとこハルルンハートありがとうございます。さあ、ユニットの曲なんです。これはよくご存知で嬉しい。めぐちゃんレインボースターありがとう。ハルルンハートありがとう。そうなんですよ。みんな X 拡散いっぱいお願いします。ガッチさんハートありがとう。こんにちは。めぐちゃんペンライトありがとう。ゆういちくんアンプありがとう。けんちゃんペンライトありがとう。ありがとうございます。初見さんこんにちは。 STU48 に記者のりりたんことうつみりんです。今はイベントに参加してます。花は誰のもの公演という公演の設立を踊っているので、もし皆さんよろしければ見てください。 X と Instagram やってるのでフォローお願いします。この配信は21時20分までやります。ロボリンペンライトありがとう。こんにちは。ベニーちゃんバラありがとう。ピー君色色ビームありがとう。ノブさんハートクッキーありがとうございます。ケンちゃんハートありがとう。じゃあ次の曲いきましょうか。プロンさんハートのクッキーありがとうございます。こうやってみんなでちょっとね、ユニットの曲だよとかって、まあ、いっぱい話したんですけど、次の曲に行きたいと思います。ちょっと待ってね。それじゃあ聴いてください。準備をしてる誰かといて
ありがとうございます。誰かと痛いでした。あー、大地が、ありがとうございます。あ、またかかっちゃった。アンコールかな。またかかっちゃった。ありがとうございます。誰かと痛いでした。うん、ありがとう。マウンナちゃん、しきしきひむ、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。もう結構トロミチコッコさんの曲で本当にこの曲はもう毎回震えるんですよ。正直毎回もう本当にとろみちこっこさんが作ってくださったすごく素敵な曲だし、あの花だれ公演でとろみちこっこさんじゃないメンバーがやるんですよ。だから本当にもう毎回震えてて、この曲はすごく緊張するんですけど、結構私はあのこのとろみちこっこさんのあの曲をさせていただくことが多くて、この誰かと会いたいをさせていただくんですけど、本当にすごく尊敬していて、私はあのみちさんのところなんですけど、いっぱい勉強してみんな頑張りました。そうなんです、みんなすごい思い出深い曲だし、とろみちこっこさんのファンの方とかも本当になんかもう本当にねすごい思い出深い曲だと思うので、なんかもう私たちもそれを想像しながらあのすごく楽しんでいます。だからこの曲はとろみちこっこさん の, あの思い出深い曲にもなるんですけど、私もこの曲を通してすごく、まあ、いろんなダンスの音とかあのなんていうんだろう、自分のなんかこの人生においてすごく響く部分があって、すごい歌詞を理解したりとかした曲なので、自分の中でも結構大きな曲です。だからね、すごく毎回震えるんですけど、この曲をさせていただくためにすごいなんか、あ、この曲できて本当にありがたいですし、作ってくださったとろみちこっこさんに感謝だなって思います。すごく嬉しいです。ありがとうございます。あ、やばい、汗かいてきた。もうこの部屋暑くて27度ぐらいあって、姉ちゃん愛してくれて喜んでる、ありがとう、こちらこそありがとうございます。見てくださってもう本当にすごく嬉しいです。褒めてくださって、マイマイハートありがとうございます。ありがとうございます。もう一個日替わりの瀬戸利がこの後あるんですけど、どっち聞
だかな、みんな。私はどっちをするか大体決めてるんだけど、みんながしたい聞きたい曲どっちがいいかな。けんちゃんハートありがとう。一杯の水か瀬戸内の妹。瀬戸内の妹なかなかやる機会ないから、瀬戸内の妹やろうかな。そうあるんですけど、じゃあどっちかやります。楽しみにしててください。実はもう決まってるんですけどね、どっちか楽しみにしててって言ってるんですけど、実は決まってますもん。トシちゃんグッド、ありがとう。みんなコメント欄しっかり見てます。あの歌い終わったらしっかりあのギフトとかあのコールとかのお礼をしますので、皆さんよろしければキラキラとか投げてくださると嬉しいです。お願いします。いきます。フリックがないからな。あ、どれだかやばい。あ、違う。あ、私瀬戸内の声と間違えてる。Yeah.
角線で走ってた時、見せかけてきた人とぶつかって、道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのが見かけだったなんて、そんなるわけない、ドラマティックなこと驚くような奇跡があるからね。Thank you.
出してきたのに一に通ったらしい。読もうかな。ありがとうございます。120万ポイント、お、え、すごい、120万ポイントまで来た。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。え、本当にありがとうございます。タワーも大好きで投げてくださってありがとう、めっちゃ嬉しい。だちょっと見ます。マサピョンさん、タワーありがとう、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ嬉しい。しかも好き、タワーありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと次の配信は筋トレ配信なんで、次の筋トレ配信でお礼させていただきます。ありがとう、ありがとうございます。皆さんどうでしたか。鶴さんハートありがとう、ヤスさんハートクッキーありがとう、ゆういちくんハートありがとう、鶴さんラリパップありがとう、エサシカさんハートありがとうございます、ハラレオンプありがとう、ありがとうございます。草刈木さんハートありがとう。やばい、めっちゃ汗かいてる、びしょびしょ。くがくんペンライトありがとうございます、ありがとう。マイマイハートありがとう、アンドーナツさんリポップありがとう、ありがとうございます。ハラレオンプありがとう、マイマイハートありがとう、アキラシキシキームありがとう、ゆいちくんペンライトありがとうございます、マスキマキさん、猫ちゃんありがとうございます、大吉さん、クッキーありがとう、ありがとうございます、マサピオさんとありがとうございます。次の配信でお礼させていただきます、ありがとうございます。嬉しい、ケンちゃんハートありがとう、ゆいちくんハートありがとう、りーくんもハートありがとう、ジャッキーさんペンライトありがとう、あっちあっち、犬の気持ちさんペンライトありがとうございます。やばい、見て汗やばい、ほら汗かいてる、口が垂れてる、やばい、マジで熱い。
やばい、ちょっとグッサンハートありがとう、背中出す、やばい。のりさん、音符ありがとう、嬉しいです。皆さんありがとうございます。 N ピンさん、音符ありがとう。けんちゃんハート、はるるん音符、ひろしまりもんさんハートありがとうございます。ゆうちくんハートありがとう。あきらんペンライトありがとう。ってことで、せとしさんハートありがとうございます。ということで、下までスクロールできたので、また上に戻って、みんなのちょっとありがとうございます。みんなどうでしたか、うつみみで。汗めっちゃ汗かいてる、やばい。ほら、どうでしたかリネフェス。まだこれから、まだまだこの曲で、まだまだ次の曲はあります。次は皆さんも知ってる曲です。みんな原点どうだった？すごい気合い入りました。原点どうでした？一人でみんなで原点することあるけど、あのみんなで原点すること、なんか単体で原点することはないから恥ずかしいですね。いつも私一番隅っこの一番端で踊ってるから、あんまり目立ってないから、一生懸命踊っても伝わらないかなと思ってたんですけど、ここでソロ原点ができたから、なんかちょっと良かった。暑い、汗やばい。ありがとうございます。マシャマシャさん、クマちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとここでお色直しをしたいと思います。リップ塗り直そう。原点良かった、ありがとうございます。この配信は20分までなので、あと10分踊ります。何がいいかな、次多分全曲は通せないので、みんなの希望に応じて次の曲は、船から降りた僕たちは、君は何を後悔するのか、ペダルと車輪できた道と、サングラスデイズ、どれがいいですか。2曲踊れるかな、2曲は無理か、1曲。じゃあコメント欄パッと見て多そうなやつにする。ペタレ、ペダル、ペダル、一杯の水、うん、一杯の水はちょっと書いてないですね、すいません。すいません。何がいいですか、船降り、サングラスデイズ、君は何を後悔するのか。今ペダルが2票入ってる、その他は全部1曲ずつですけど。ペダル、オッケー、じゃあペダルにします。ペダル踊ります。じゃあ、よいしょ、すごい楽しい。ジャバジャジャバジャ、もう忘れちゃった。午前0時過ぎたらもう忘れちゃいました。ジャバジャ、せいジャバジャぐらいだといける。じゃあペダルにします。ペダル結構、じゃあみんな来たか、よし、皆さん楽しい時間はあっという間で、次で最後の曲となります。今日も公演来てくださってありがとうございました。もうアンコールがこのブロックで最後になってしまうんですけど、皆さんと一緒に楽しい時間を最後まで作りたいです。それでは聴いてください、ペダルと車輪と来た道と。
思議な思いが弱音を吐いてるもうこれ以上知れないよ遠く立ち寄ってしまってに急いでるほど23時からなんですけど23時からの配信は筋トレ配信をします。なので皆さんぜひよかったら来てください。お願いします。 ありがとう。じゃあキーハートのクッキーありがとうございます。じゃあ18分までコメントとギフト読もうかな。まだお疲れありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ拍手ありがとうございます。皆さん嬉しい。つるさんペンライトありがとう。今日はハーフチーン可愛いでしょ。ご予約ふーたんさん初見さんハートありがとう。嬉しい。ハリルンハートありがとう。エサシカさんハートありがとうございます。つるさんペンライト Thank you。 すごい嬉しい。楽しく飲まんちゃんハートありがとうございます。嬉しい。 ABC チューさんペンライトたくさんありがとう。おいすおいおいペンライトくさんありがとう。フータンさんオープンありがとうございます。嬉しい。ハリルンハートありがとう。楽しい。ガチさんオープンありがとうございます。楽しい。ジャッキーペンライトありがとう。ハリルンハートメグちゃんハートありがとうございます。ガチさんオープンたくさんありがとうございます。つるさんミラーボールありがとう。ムクさんハートたくさんありがとう。あとルリポップもありがとうございます。ってことでつるさんハートありがとう。下までスクロールできたので壇上読みます。配信見ると元気出るの。嬉しい。
いっぱいあげちゃう元気ということでちょっと出します。13位ツーさんありがとう。12位ジャーキーありがとう。11位ひなっぴさんありがとうございます。10位まいまいありがとう。9位まーちゃんありがとう。8位はるるんありがとう。7位ロコポゴ Thank you。 6位りーくんありがとう。5位けんちゃんありがとう。4位ガチさんありがとう。3位マシャマシャありがとう。2位めぐちゃんありがとう。そして1位がドゥルルバンまさちゃんです。ありがとうございました。皆さんたくさんのキラキラコメントギフトたくさんありがとうございます。そしてまさぴやさんタワーありがとうございます。次の枠が最後の枠なんですけど23時から1時間筋トレ配信をしようと思うのでぜひ皆さん来てください。まあ、もしあれだったら花田公園の続きやっていいけどまたどっちがいいか言ってください。どっちでもできます。花田公園の続きして筋トレもいいかな。じゃあまた次の枠で会いましょう。次は23時からです。皆さんのおかげで昨日100万ポイント達成して120万ポイントまで近寄ることができました。多分7位からがまた200万ポイントぐらいもう100万ポイントぐらい差がついてるんで今日は7位が難しくても少しでも200万ポイントに近づけるように頑張りたいです。皆さん本当にありがとうございました。みんなハッシュタグリータンは写真集絶対もうつけてつぶやいてくれていいねしに行くからまたこの後よろしくお願いします。ちょっとありがとうねほんま